斉藤勝は東京都大田区出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。修徳高校時代は2年時に夏の甲子園に出場。同大会の東東京大会で左膝に支給を受けており、万全の状態ではないながらも2試合連続完封勝利を収めるなど、チームをベスト8進出に導いた。3年時の春は第77回選抜大会に出場したが、 肩の故障もあり初戦敗退。同年夏も東東京大会準決勝で敗退した。高校在籍時からプロ球団の複数のスカウトが指名対象として調査に動いたが、高校卒業後はセガサミーに入社2006年から活動を開始した公式野球部の創設メンバーとなる。4年間は故障の影響も残り目立った結果を残せずにいたが、 5年目の2010年に頭角を表し、調子を崩していたエース、上ミツゲまびらかに代わって、投手陣を引っ張る、中心選手となった。2010年のプロ野球ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズから6巡目で指名。契約金3000万円、年俸800万円という条件で入団した。なお、この会議では、セガソミー公式野球部のチームメートであった、 宮崎祐希もオリックスバファローズから3巡目で指名。宮崎も後に入団したため、宮崎と共に同部出身者で初めてのプロ野球選手になった。入団2年目の2012年までは一軍公式戦への登板機会がなかった。2011年にはイースタンリーグ公式戦15試合に登板。1勝2敗、防御率4.25という成績を残した。二千十二年には、 イースタンリーグ公式戦24試合に登板。3勝4敗1セーブを記録したが、防御率は4.96で、前年より悪化した。2013年には、イースタンリーグ公式戦44試合に登板。1勝4敗2セーブながら、防御率を3.76にとどめた。さらに、9月16日の対福岡ソフトバンクホークス戦で、3番手投手として1軍に、デビュー。 ビハインドの場面での初登板ながら、1回を三者凡退に抑えた。一軍公式戦では、通算5試合に登板したが、勝敗はつかず、防御率5.40でシーズンを終えた。2014年には、一軍公式戦4試合に登板。前年より多い4イニングを投げたものの、勝敗はつかず、防御率は6.75に達した。25試合に登板した。 イースタンリーグ公式戦でも勝敗はつかなかったが、防御率1.66を記録している。2015年には、イースタンリーグ公式戦27試合に登板。1勝1敗、防御率9.75を記録した。一軍公式戦への登板機会がないまま、10月3日に球団から戦力外通告を受けた。12月2日付で NPB から、 自由契約選手として公示されたが、現役を引退。引退を機に、一般企業へ就職した。利用組合北海道、日本ハムファイターズ講演会が球団と、コラボレーションして、毎年の最新ヘアデザインのモデルを、若手選手の中より、ファン投票で選出している企画、ファイターズスタイルの2015年度モデルに選ばれた。自身によれば、武器となるのはストレートとチェンジアップ。 長身から繰り出すキレのある変化球が、売りの左腕だが、クイックモーションに課題がある。本人が理想としている選手は、武田勝。る。ありがとうございます。